こんにちは、しりこです。一種最強図鑑バトルコロシアムをやっていきたいと思います。で今回はね、かなりいいです。極限集中がかなり出ました。で、防御はね、もうちょっと上げてませんけど、他がね、かなり上がったんで、これでアビリティもね、全体的に見切りの構えから守りの構え、不屈の攻めとね、いろんなステータスが上がるようにしてるんで、絶滅動物最強決定戦。はい。最初がプルスサウス。おお。強いの来たね。うん。アンドリュー・サルクスとかもいるね。チタノブワシュ。これは強敵揃いだ。望むところだ。通常作戦で行こう。今回は極限集中が続いてくれたんで、ステータスがね、上がりまくったんで、まあ、不安なのが、防御と体力は低いっていうとこぐらい。おっと、いきなりもう9割方減らしてるじゃないか。おっと、食らった。危ない。避けれなかった。頼むぞ。よし。強い。一発目避けれなかったけど、しっかりと倒してくれた。今回のチタノボは強いから。インペリアルマンモサシュ。また強敵だけど、大丈夫でしょう。自信があります。まずはひるませる。あんま減らないな、やっぱ。防御。うわ避けろよ。ヘビッチ。避けてくれよ。わ、もう一度ひるませるか。あともう、わ、アイスドロップ。これちゃんと避けろよ。よく見て。よし。よく見てた。さあ、お次は。お、またひるませる。ひるませるばっかしやな。お、よし。でもちゃんと倒した。決勝は、おー、チタノボはアッシュ。アッシュさんですか。アッシュさん攻撃が低いんで、まあ、毒で、かましてくる感じか。大丈夫でしょう。あ、でも、ひるませるが多いな。ひるませる多いな。はい、避けて。お、食らったね。あ、だけど、攻撃力は低いんで。麻痺、麻痺。よし、OK。麻痺いらなかった。まあ、不屈の攻めは怖くはない。怖くはない。避けてみろ。いや、怖い。やっぱり怖い。やばい。ちょっと待って。やばい。毒、大丈夫か？おーっと。よし、丸飲み。これめっちゃ強いです。よーし。この勢いで最終研究大会乗り込みます。あ、優勝、今度こそ優勝します。チタノボアは確か録画外でも失敗してるんで、最終研究大会優勝したいと思います。お、いい相手。ティラノサウルス。で向こう、あ、トリケラトプスアッシュがいるな。で、向こうにはプルスサウルスアッシュがいる。ティラノサウルスは非常に攻撃力は強い。スピードもあるかな。まずは先手は、エビッチ君。おっと、一撃で恐竜を倒した。暴君を倒した。暴君竜を倒しましたよ。これは最終研究大会ですよ。次はトリケラトプスアッシュ。非常に強敵です。ただまあこれを倒せれば、倒すことができれば、優勝のもう、一歩は掴んだようなもんじゃないでしょうか。向こうはプルスサウルスアッシュが、まさかの一回戦負けです。早めに、倒しきれないと。体力999。39。避けろ。避けろやねえわ。当たれ。避けたらダメだ。麻痺って、このまま麻痺って。こちらはこの麻痺があるんで。うわぁ！避けろ！
どけろ。よし。よし。いいぞ。うわ、ドキドキするな。麻痺は治した。まあそこは想定内。丸飲み来たよ。これは強いぜ。パックンちょっと言ってください。往復の狙い、自動で耐えましたね。よし、避けてみせろ。避けろ。守りの構え。大丈夫か。よし。さあどうなるか。できれば麻痺出したかったけどな。麻痺がねやっぱり結構チタノブは醍醐味なんで。おし、丸飲み。とどめだ。これ決まれば勝つ。パックンチョ。よし。非常に強い。非常に強いぜ。やるぜ。さあ、決勝です。夢の。夢の決勝は、ライオンアシュ。予想外のライオンアシュが勝ち上がってきた。プルスアルサアシュはね、1回戦でこのライオンアシュが倒したんで。ライオンアーシュは確か攻撃がやっぱりバカ高いけど、体力は低いはず。防御と。まあ大体同じようなタイプか。うん。なんか似てるね。で、回避がこっちだって、おぉ。これ、ステータス的には圧倒できるな。素早さがあるけど、先手さえ耐え切れば、これいけるんじゃないか。体力やっぱ防御低くて、回避も低い。よし。ただ命中あるんで、一撃目やな。一撃目さえ、クリティカル出してくるんじゃないかな。あとアビリティか。小さいリーダー。避けろ。よく見て、避けろ。よく見て、避けろ。食らったか。やべえ。赤ゲージまで行った。これ待って、一撃で倒さないとやばいぞ。頼む。あれ、よし。よし。危なかった。倒した。優勝した。ちょっとね、録画外で失敗とかもあったんで、チタノブは意外と前から苦戦してたんで、あ、よかった。で、あと、まあ、プルスサウルスアシュが1回戦で、このライオンアシュに、ね、敗れて、まあ、いろいろ、その、組み合わせ的にも、良かったかな。いやー、良かった。だけど、まあ、みんな強いからな、最終研究大会は。優勝、この大きいトロフィーいただきました。キング。最終研究大会での優勝、本当におめでとうございます。頂点の景色を見ることになるとは想像もつきませんでした。ヘビッチーはまさに最強だ。おめでとう、ヘビッチー。いや、もう、文句なしの優勝。自信もありました、今回。最終じゃない。極限集中がね、結構続いてくれたんで、ステータスがね、もう上がるのが、本当に、ステータスの上がりが良かったです。はい、ありがとう。素晴らしい活躍でした。赤メダル。はい、ということで、今回はチタノボアで無事優勝することができたんで、はい、よかったです。胸を撫で下ろしました。はい、ということで今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。